はいということで、簿記2回目の、2回目とか3回目かの講義になります。えっ、ー、と、前回、簿記のま簡単な、簡単なとか、まあ、とりあえず電卓のね、選び方みたいなところからお話し,しました。あの多分 電卓使いやすいものを選んでくださいみたいな話になるんですけど、まあ、それだったらこあの、こちら側で指定してしまった方が選びやすいんじゃないかと思うので、まあ、かなりいろんな種類ありますんでね、まあ、あの、詳しくは前回の動画をご覧ください。まあ、が、まあ、一番私は使いやすいんじゃないかなと思っておりますので、で、内容入っていきます。 で、まだその導入ということで、簿記の基礎の基礎というか、簿記とはみたいなところからですね、お話をしていきたいと思います。簿記とはで、一応簿記とは、帳簿記入の略だというふうに言われています。まあ、ブックキーピングの略っていう説も一説にはあるらしいんですが、まあ、おそらく帳簿記入の略で簿記ということなんでしょう。はい。えー、まあ、日々の経済活動、会社の経済活動とか、まあ、個人事業主というか、個人営業、<laughs> 個人事業主の えー、活動を、の、経済活動を記録していくというのが、まあ、それを帳簿に記入するのが簿記です。えー、日々の取引を仕分けという方法で記録をしていきます。まあ、例えば商品を売り上げたということであれば、えー、まあ売り上げいくら、えー、とかね、現金いくら、売り上げいくらみたいなことを,を帳簿に記載して、で、それをまあ集計していきます。で、 期末にそのの財政状況をを示すす対借対象表というものを作りますバランスシートと言われるんで BS とかっていうふうに略したりしますけど、えー、会社の資産規模がどういうふうになっているのかっていうのを表す、えー、財務諸表です。でもう一つ、えー、経営成績を表す損益計算書今年いくら儲かったのかなっていうのを表すのがこの損益計算書です。この二種類を作成していくっていうのが、まあ、大きな簿記の目的というか流れになります。で 原則として1年間を1会計期間として定めます。簿記3級については個人商店をイメージして問題が作られるので、会計期間は1月1日から12月31日になります。これはま、所得税の計算期間と一致させたいっていうことなんですよね。会社だったら、あの、3月末決算で4月1日から3月末で計算したりとか、ま、簿記2級になるとそれが基本になるんですけど、 で日本の企業は大体3月末決算がかなり多いので、えー、そういうところが基準になりますが、一応、簿記3級では1月1日から12月31日までを1会計期間とします。なので、12月31日で全て締めるということですね。そんな流れになります。で、その作業の一つ一つを今から見ていこうよということになります。 3級合格のポイントということで、一つ一つの取引について、正確に仕分けという作業、まあ、一つの取引について、一つの仕分けが発生します。まあ、それを正確にできるようにすると。わからない箇所があっ まあ、その財務諸表を作るのでいろんな数字がバーっと並んだ表ができますで最後に合計がいくらとかですね、えー、作るわけですけど、まあ、そういうのが合わなかったとしても基本的には部分点がもらえます、まあ、試験前のなんか講座みたいなところでまたお話ししますが満点は取らなくてもいいので、えー、もらえる分かるところをすべて埋めていくというところがとりあえずポイントになります。 で、BS と PL について見ていきましょう。BS というのは、先ほど言った貸借対照表、会社の資産規模とか、負債の額とかっていうのがいくらなのかを示すものですで。ちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいんですけど、ざっくり、ざっくりというか、T 感情みたいなことをよく簿記の世界では使うんですが、えー、こういう形で分かれていて、こういうブロックに分かれています。3つのブロックに分かれます。 でこの左側には資産が入ります。まあ、プラスの例えば現金だとか、うーん、固、まあ、定資産とかもそうですね、不動産、まあ、土地、建物とか、自動車とかですね、そういったものとか、あと、えー、権利なんかも資産に入ります。例えば、えー、お金を貸しているとかっていうことであれば、そういったものもこの資産に入ってきますし、えー、有価証券とか、そういうもの、あと、作業ではあまり出てこないですが、無形固定資産、まあ、著作権とかですね、えー、いろんな。 プログラムの権利とか著作権とかそういったものも、えー、価値があればここに数字として乗っかってくることになります。で、右側の、えー、右の上負債という部分,分部分があります。えー、まさ、あ、に、ま、借金であったりとかあと義務的なこと左側に権利というところがありましたがこれと対応する形で義務が入ってきます。例えば、ん、先に 例えば、家賃とかって大体先払いだと思うんですね。3月分、2月末までに払うとかっていう形だと思うんですけど、っていうことは、その3月分っていうのは、その借り手に部屋を貸さなきゃいけないっていう義務を負っているということなんですね。なので、えー、そういったもの、そういった意味合いのものがここに入ってきます。えー、前、本当は後で駅務を提供しなきゃいけないのに、先にお金をもらっているものとか、そういったものがここに入ってきます。 で、あと単純に借金とか借りているお金、えー、あとまだ払っていないお金とか、えー、付けとかですね。そういったものがここに入ってきます。で、あと、この資産から負債を差し引いた部分が純資産ですね。ま、ほんは資本金っていう方がわかりやすいんですが、純資産の部になります。会社を、えー、作るときに、えー、例えば1000万円。まあ、これ会社じゃないんですけど、産休の場合。会社を作るときに1000万円、えー、出資しました。 その出資金なんかはここに数字が入ってきます。あとは、えー、その1会計期間が終わって利益がこれ,、ま、これだけ出ましたっていう部分がここに乗っかってきます。で、この左と右側は必ず同じ額じゃなきゃいけないというルールになってます。左側が例えば1000万円だったと。そしたら右側の合計も必ず1000万円にならなきゃいけません。 というのがルールーこれ簿記に関しては全てこのルールが当てはまるのでどんな時も左と右がちゃんと数字が合っているかどうかというこのを確認してください。 そして、PL ですね。下の PL。プロフィットアンドロスの略になりますが、えー、右側が収益です。例えば、商品を売り上げたとかっていう売り上げがここに乗っかってきたりとか、有価証券持ってた、株持ってて儲かりましたっていう、その儲けの部分なんかが収益ここに入ってきます。それが収益です。で、えー、左側が費用。例えば、商品を売るために商品をまず仕入れました。でその仕入れたコストなんか、当然ここに乗っかってきます。あとの費用、いろいろここにあります。えー、例えば、 アパートを借りてとか土地を借りて営業していたとかっていうことであればその賃料とかそういったものもここの費用に乗ってきますね,ねえ交通費とか水道光熱費とかそういうのも全部ここの費用に乗っかってくるという形ですでこのさっきの収益から費用を引いたものを利益というふうに言っていますでここで出た利益がここに乗っかってくるわけですこの上の部分にここの利益がここに乗っかってきますとそういう形になります でこれ簿記3級のピ PL は対尺に分かれていますが2級からは縦に羅列する形になりますんで、まあ、一般的なあの企業の財務諸表は全てもう縦に、えー、売上売上げだか売上原価なんちゃらかんちゃあかんちゃらとうんもう右と左に分かれないで縦にただただ足したり引いたりしていくっていう計算になるんでまあ、3級は分かりやすいように左と右に分かれてますまあどっちかっていうと一般の人はこの左と右に分かれているこの 表を理解できないので、えー、そういう形たちのためにも縦書きに縦書きというかまあ縦に、えー、項目を作っていくような書き方になっています。簿記や,やってる方はこの左右、えー、に分けて書く書き方というのをですね、先に先にというか勉強できてしまうので、まあ、そこのそれだけでもうすでに、えー 随分ななアドバンテージがあるとということになりますで用語、ちょっと聞き慣れない用語がいろいろ出てきますんで、さらっとだけ今回の講座では、はい、用語のところだけ見ておきましょう。用語の解説、仕分け、先ほどから説明して,きま,すしてますけど、企業の取引を複式募金という形式で記載します。これ、左と右に先ほど言った分ける記載の方法を複式募金と言います。で その一つ一つの取引を記載するやり方を仕分けというふうに言ってます <coughs> で、ます、あ。これは慣れていけば分かると思うんですけど、で続いて借り方。仕分けとか、BS、さっきの BS 貸借対象表とか PL、PL 残高資産表とか、相関上元帳とか、いろんな商標書書評が出てきますけど、えー、そのあらゆる帳簿について、左側にある科目と金額のセットのことを借り方というふうに言ってます。左側が借り方です。 で、貸し方は借り方とは逆に右側のことを、右側のものを貸し方というふうに言ってます。借り方、貸し方。左が借り方、右が貸し方です。<laughs> で、複式簿記というのは、借り方、貸し方に分けて記帳する記帳方法複式簿記と言います。そうじゃないものを単式簿記というふうに言ったりします。あんまりないですけど。えー、まあ伝票とか、 短式募金に当たりますかね。そして試算表仕分けを感情科目ごとに合算した帳簿貸借の差額を取るものを残高試算表と言います貸借、えー、をそれぞれを別に合計するものは合計試算表と言いましてここの違いが結構試験では重要になってきますのでまた後ほど説明していきます そして勘、ね、定科目ごとにすべての取引を記載する勘定口座を集めた帳簿。まあ、これだけ言っても何のことをやらさっぱりということだと思うんですけど、例えば現金の項目だったら現金の項目のと数字だけを集めたもの、集めた帳簿、集めたページですかね、みたいなものを作ります、ね。現金とかですね、えー、売上とかですね、仕入れみたいな項目、項目ごとにバーッと記載するものが勘定元帳です。 でそして、勘、え、定、ー、科目という言葉がいくつか先ほどから出てきます。金額に対する内容、名目のことを勘定科目と言ってます。先ほどの売り上げとか現金みたいなのが勘定科目になります。はい。ということで、えーと、ここでは用語の解説まで行ってきました。簿記の、えー、基本的な仕組みから用語の解説。まあ、まだこれからもっともっとわけのわからない用語出てくるんですけど、えー、その都度説明していきながら、えー、まず最初に知っておかなければいけない用語だけ先に説明しました。まだ なんだかよくわかんないっていうことだと思うんで,で、次回から実際のところ見ていきたいと思いますので、えー、次回の動画、またすいませんいつになるかわかりませんが、えー、お待ちください。以上ご視聴いただきましてありがとうございました。